今回はヨーグルトを使ったぼかし肥料を作っていきます。材料は米ぬかと水で溶いたヨーグルトだけ。作り方のポイントや失敗しない方法、発酵の経過、そして管理の仕方と保存方法までをギュッとこの動画に詰め込んでいます。最後まで見ていただくとあなたもぼかし肥料の魅力に気づくはず。それではやってみよう。はい、こんにちは、プランツマンです。さあ、今日のぼかし肥料はですね、ヨーグルトを使ったぼかし肥料を作っていきたいと思います。そして用意するものはまずどこにでも売っているヨーグルト、そして米ぬか、そして水、蓋付きの容器、たったこれだけでヨーグルトのぼかし肥料を作っていきたいと思います。それでは容器に米ぬかを入れていきます。ここで最初の重要なポイントです。用意した米ぬかはすべて入れてしまわずに少し余らした状態で入れていきましょう。ぼかし肥料作りで一番重要なことは水分量になります。これから混ぜていく過程でべちょべちょになりすぎた時に米ぬかを残しておくことで後で追加して水分量を調整することができます。そうすると失敗のリスクがぐっと下がるので必ず米ぬかは余らしておきましょう。さあ、続いてヨーグルトの登場です。今回は賞味期限が過ぎたヨーグルトを用意しました。これでもぼかし肥料作りには全然問題ないので捨てずに使っていきたいと思います。このヨーグルトを混ぜていくんですが、このままでは非常に米ぬかと混ぜづらいのでこういったボウルにヨーグルトを出していきます。で、このヨーグルトをボウルにダーッと出していきましょう。全部で、さらにちょっと混ざりやすくするために水を足していきましょう。このヨーグルトをですね、まあ、手とかスプーンとかでこう塊をなくして混ぜやすくしていきます。水で溶いたヨーグルト、先ほど容器に入れた米ぬかにこの水で溶いたヨーグルトを入れていきます。で、ここでも重要なポイント、これもですね、いっぺんに入れると水分の調整が難しいので一度半分ぐらいにしときましょう。いきます。このぐらい、ちょっと半分ぐらい余らして、で、米ぬかとヨーグルトが入りました。これをですね、もうひたすら混ぜていく。で、ぼかし肥料の作り方、とにかく混ぜる、これが一番大事。そして水分を確認しながらその都度水を足したり、べちょべちょだったら米ぬかを足したり、ちょっと調整していきます。それが一番大事ですね。で、ぼかし肥料を作る時の水分量の目安っていうのがあるんですけど、だいたい水分が 50% 以下になるように調整してください。で、 50% 以下って言われてもですね、ピンとこないと思うんですけど、この目安はですね、この米ぬかを軽く握ってダマになって簡単に指で崩れるぐらいがだいたい 50% ぐらいと言われています。なので、こう混ぜていってですね、手で軽く握ってみてください。で、この状態ですとまだ混ざりが浅いので水分が均等に混ざっていません。なので、こうダマになりにくい。なので、もっともっと混ぜていきます。で、去年全く同じ作り方でもみがらぼかしと賞味期限が切れた納豆を使った納豆ぼかしを作ってみたんですが、どちらも大成功しています。混ぜながら水分量をその都度確認しながら作っていきましょう。そして天日干しすることで1年間保存が効くようになり、春から冬までオリジナルのぼかし肥料で美味しい野菜が作れました。で、こう混ぜてる時にですね、どうしてもこういった塊とか出てきますんで、こういうのはちょっと潰してですね、
水分の塊をなくすっていうのが、またこれぼかし肥料作りの大事なポイントです。水分の塊を放っておくと、そこから青カビや黒カビが発生して失敗の原因になります。小さなことですが、大成功のために塊を潰しながらしっかり混ぜていきましょう。指先を使ったり手のひらをすり合わせて念入りにやっていきます。そしてぼかし肥料に使える資材の話なんですが、大事なのは微生物の力と働きです。米ぬかをベースにヨーグルトの乳酸菌や納豆の納豆菌、市販のカルス NCR や様々な発酵促進剤を使うことができます。そしてそれらがもしない場合は、牛糞や腐葉土などの有機質の堆肥でも代用することができます。大事なのは微生物の力なので、あるもので作っていきましょう。で、今回僕はですね、もうお家にあるもの、ちょっと身近な家庭のどの家庭にもありそうなもので、ぼかし肥料を作っていきます。で、今回はヨーグルトということです。で、さっき1回目に混ぜたヨーグルトが結構いい感じに混ざってきたので、水分量確認してみましょう。手に持って軽く握って、いい感じにダマになりましたね。で、このダマになったぼかしをですね、指でちょっとつっついてください。で、簡単に崩れました。これぐらいが一番いい水分量。じゃあ逆にですね、ちょっとこれを水分をちょっと足します。どういったのが NG かっていうのをちょっと皆さんに見てもらいましょう。今水分を結構足しました。で、いきますよ。このちょっとベチョッとしたぼかし肥料ですね、握るとほら、わかります？ベタっとしてるのが。で、これつっつくとですね、簡単にホロホロとさっきみたいに崩れていかないんですよ。ベチャっとした感じ。これをですね、保存すると結構腐敗します。カビが生えて青カビ発生して失敗の原因になります。ここは要注意。なので、水分がこういった感じで入れすぎで多いなぁと感じた時に、先ほど余らした米ぬかをまた再度こう追加で入れてあげてください。で、こういった感じで調整していくといった感じです。なので、米ぬかはいっぺんに入れずに余らしといてくださいって言ったのは、こういう理由があります。そしていい感じに混ざってきたので、何度も確認しましょう。目安は軽く握ってダマになり、指で簡単に崩せるくらいがベスト。こんな感じで OK。 さあ、仕込みが終わったら蓋をして屋内で保管していきましょう。雨風が当たらない場所ならどこでも OK です。ついでに温度計を入れておくと、発酵の進み具合がわかります。発酵が進んでいくと、ぐっと温度が上がり50度ほどになっていきます。そのまま発酵が進み、一段落すると温度が下がり10度から20度ほどになるので、そこが発酵完了の合図といった感じです。自分のぼかし肥料が今どこの段階にいるのかが温度計でわかるので、ぜひ使ってみてください。そして今回僕は好気性発酵でぼかし肥料を作っていきます。好気性発酵は温度が50度にならないように切り替えしながら発酵を進めていきます。この方法の最大のメリットは、失敗しにくいというのがあります。あと、空気にさらしながら発酵させていくので、ムラもなくまんべんなく発酵が進んでいきます。唯一のデメリットを挙げるなら、切り替えさなければならないというところでしょうか。そこだけ面倒ですが、失敗しないためにも自分のぼかし肥料のお世話を頑張ってみてください。そして先日ですね、視聴者の方から、発酵が始まらない時はどうしたらいいですかというコメントをいただきました。発酵が始まらないというのは、水分量が足りていないというのが一番の原因だと思います。温度計も上がっていないはずです。
なのでどうするかというと、シンプルに水を追加してください。この時は水で十分です。でぼかし肥料にまた水を少量入れてしっかり混ぜていきましょう。で大事なのは水をいっぺんに入れすぎないこと。水を入れすぎてしまってべちょべちょになると、次は米ぬかを追加で入れなくちゃならなくなるので、そこだけ注意してください。そしてしっかり混ぜる。こういったダマは潰していく。仕込みの時とやり方は全く一緒です。でこういった四隅、そして箱の底の方もしっかり混ざるように混ぜていってください。そして混ざってきたら確認です。手に取って軽く握ってダマになって、指先で簡単に崩れる。これぐらいが OK です。さあ、ぼかしを仕込んで12日後、50度にいかないように切り返して本格的に微生物の活動が活発になってきました。さらに2日経った14日後、容器全体が熱くなるほど発酵が進んできています。そして容器の内側にものすごい量の水滴がついてきています。ここで重要な管理方法を紹介します。水滴をすべて拭き取っていきましょう。この作業をサボってしまうと、この水滴から青カビが発生してしまいます。たかが水滴ですが、ぼかし肥料に滴り落ちて水分過多になってしまうので、すべて拭き取っていってください。そして蓋の裏側も念入りに拭いていきましょう。好気性発酵はこういったお手入れがあるので、少し手間はかかりますが、極上のぼかし肥料はすぐそこ。これで OK。 温度は今すごい47度で、外気温はだいたい5度ぐらい。今日はここ最近でも寒い日になりますけど、そんな寒くてもここまでしっかり50度近くはいきます。で50度いかんように、このぼかしを切り返しながら作っていきましょうっていうのが好気性発酵です。もうあったけー、中この中心部超あったかい。ここまでの発酵では甘酒のような甘い匂いだったんですが、この後まさか頑張るお父さんの足の匂いに変わるとは。でも臭すぎて袋に入れました。で開けてみます。うわー、未だに発酵がすごいね。長いよね、うん、いつまで発酵続けるのって感じぐらい水滴が。そしてオープン。温度は43度。ちょっとでも匂いが落ち着いたかな。落ち着いたね、うん、あ、ちょっと白いカビが生えてるな。あ、でも臭い、うん、相変わらずやっぱでも臭いな。強烈さが収まったかも、うん、なんかマイルドになったな、うん。なんかでもサラッとした部分が増えたわ。ほらサラッと、今日今サラッとしてる。さあ、仕込みから24日後、日々の切り返しと水滴の拭き取りをしていい感じに仕上がってきました。温度は24度までに下がってきて、発酵も落ち着いてきたようです。そして完成、成功の目安なんですが、嫌な匂いもなく、手触りもサラサラとしていて、不快な感じがなかったら OK の合図。人間の感覚って結構正しいらしいので、手で触って確認してみてください。そして温度も10度ほどに下がってきました。万が一失敗して腐敗したり、青カビ黒カビが大量発生した場合の処分方法もお話ししていきましょう。こんな感じのふわふわとした白カビは大成功なんですが、どうしてもこういった黒カビや青カビも発生することがあります。仕込んだぼかしの部分的な失敗なら、そこだけ取り除いていってください。特に容器の底の部分や壁の部分はよく確認してみてください。失敗した部分は捨てずに使う方法があります。一番のおすすめは堆肥作りや土作りに使っていきましょう。
発酵も腐敗もどちらも同じ微生物や菌たちの働きによる結果です。腐敗したとしても堆肥作りや土作りに使うことでそこにもともといる微生物の新しい餌となり、1ヶ月ほどもすれば失敗したぼかしももともといる善玉菌が食べ尽くし、極上の堆肥やふかふかの土に変えてくれることでしょう。ただ注意点は、肥料として野菜や作物に使うのはやめておきましょう。そしてもしどうしても匂いがひどい時や近隣から苦情が来るような状況の場合は、思い切って土の中に埋めてしまいましょう。もったいないですが、もう一度作り直してみるのも経験でしょう。せーの、完成。それでは保存が効くように天日干ししていきます。で、方法としてはこういった段ボールや新聞紙にぼかし肥料を、こうやる、ぼかし肥料をざーっと出していきましょう。はい、そして出したぼかし肥料を広げて、こんな感じで、広げて半日ほど天日干しで乾燥させていきます。で、こうするとこのぼかし肥料自体の水分が結構飛んでですね、かなり保存が効くようになります。去年作ったぼかし肥料はこの方法で乾燥させて、なんと1年間通して保存ができました。天日干しする理由は、このぼかし肥料自体の水分を飛ばす 30% 以下ぐらいに飛ばして保存が効くようになります。天日干ししたぼかし肥料が乾燥したようなので、これをまた容器に戻していきます。おお、上手上手。去年あのがっつりこぼして3分の1ぐらい減ったでな。これも結構あの重要、結構大事、慎重にやって。はい、これで今年もプランツマンのぼかし肥料は完成しました。ヨーグルトぼかし肥料。ぼかし肥料はすでに発酵させてあるので、すぐに作付けしても作物に害を与えません。なので元肥にも使えますし、速攻性もあるので追肥にも使えます。こんな万能な肥料が自分で作れるんです。米ぬかと好きな有機物を微生物の力で発酵させるだけで、しかも天日干しで約1年間保存が効くようになり、使い勝手もいいですね。あなたの作物をあなただけのオリジナルぼかし肥料で育ててみてください。はい、今回はヨーグルトを使ったぼかし肥料を作っていきました。それではこの動画がいいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と、あとコメントやグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。